ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もお願いします。お願いします。はい、やってまいりました。はい、僕かなり興味がありなく、僕も結構ありますよ。はい、はい、この可愛い感じだけど可愛くないんですよね。そうなんですよ、はい、なかなか中身は、はいはい、というわけで今回ご紹介するのは、アバルト595、はいはい、コンペティツオーネ、はいはい、の、はい、メイクユアスコーピオン、はいはい、なんかいろいろ組み合わせが選べる、ね、そうですね、はいはい、基本は595なんですが、はい、現行型になりますね、はいはい、でコンペティツオーネなんで、はい、180馬力の、はい、最強スペック、はい、一番馬力が出てるやつですよね。そうです、そうです、はい、うん、でボディカラーとかブレーキとか、まあ、内装とかがいろいろこう何種類かあって、そうです、好きな色で組み合わせ、はい、組み合わせができるというお車ですね、はいはい、じゃあ前回りからちょっと紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、ちょっとあれなんですよね、あの出てんじゃなかったでしたっけ。あ、ちょっと出てますね。ですよね、はい、はい、とあと、はい、まあまあこういった色の部分ですね、はい、がコンペティオーネ独特というんですかね、はい、あのドアハンドルとかこの後そうです、そうです、そうですよね、はい、なんていうんですかねこれ、これなんつったらいいんですか、これ黒じゃなくちょっとグレーみたいな、グレーみたいな、はい、そしてザラザラな、はい、はい、なんかちょっとただの掃除のプラスチックよりかはちょっとなんかこう質感、そうですね、いい感じですよね、うん、はい、と思います、はい、で限定車、はい、特別仕様の車で B ポストってあったと思うんですけど、はい、まああちらは695なんですけど、はい、それでも同じように、はい、こういったメッキの本来メッキの部分だったりする部分とか、はい、ボディ同色だったりの部分がこれと同じ素材になってますね、はい、あ、なるほど、はい、ちょっとレーシーさを強調するのにメッキを減らしてるんですかね、うん、そんな感じがします。なるほど、はい、光物のあの点数がもうほとんどないですね、はいはいはい、うん、まあ、ものすごく高級感があるとっていうとそうじゃないですけど、うん、本当になんか塗ってない掃除のプラスチックよりかは全然、あ、全然いいと思います、はい、なんかこう、なんていうんですか、あのコンパクトカーの、はい、イタリア車系のコンパクトカーなんかだと、はい、スポーツモデルなんかでこういうものを使ったりっていうのは過去にアルファロメオにも確かあったような気がします。なんかこういった類の結構好きですね、はい、イタリアのメーカーは、うん、で、あとはヘッドライトとかってこれ、はい、フィアットの500と一緒なんですか、うん、一緒ですね、はい、ただあのグレードが低いと、はい、あのキセノンではなくハロゲンだったり、はいはいはい、そのモデルとか年式によって若干差は出てます、はい、なるほど、はい、なんですけど顔はもう現行のフィアットと同じです。これバンパーとかもフィアット500と一緒ですか。違います、違います、違います、バンパーは、はい、違います、ね、うん、はい、アバルト専用です、はい、で横に回っていくと、はいはい、ブレーキすごいですね。ブレーキはね、かっこいいですよね、はい、この車にこの対向フォーボットですか。そうです、はいはい、なんか正直ブレーキはそんな大きくないですけど、この車にこれをつけるかっていう、はい、そうですね、はい、なんかちょっと若干オーバースペックじゃないかなって心配しちゃうぐらいちょっと強烈なブレーキが、うん、ね、はい、そんな感じします。なるほど、はいはい、ただあの走っていただくと分かりますけど、はい、これぐらいないとまずいと思います。あ、なるほど、はい、車重も 1.2 トン弱ぐらいでしたっけ。そうです、はい、で180出てんで、はい、まあまあ速いですよね。まあまあ速いと思いますよ、はい、はい、うん、そして組み合わせるタイヤホイールが、うん、205、40、17、はいはい、でやっぱりサソリのマークの、はい、黄色はこれなんかどうセットになるんですか。いや、わかんないですね、これどうだったの。でも、はい、多分基本的に選べるのは、はい、ボディカラーとキャリパーペイントと、はい、ね、あと内装、内装のカラーなんで、これはもしかしたら別かもしれないですね。あ、なるほど、うん、ちょっと意外にこう赤いサソリじゃなくて黄色いサソリで、はい、黄色いサソリがキャリパーと色が合ってて、うん、はい、なんかいいですよね、この辺がバランスがいいと思います、はい、なるほど、うん、はい、そして横はこの大きいアバルトのデカールが、うん、はい、デカールが入ってます、はい、これは一応、はい、アバルト全車に共通して、はい、オプションで選べるデカールになってます。あ、そうなんですね。そうです。なるほど。で今回のメイクユアスコーピオンだからついてるっていうものではないんですけど、はい、はい、色も何種類かあって、はいはいはい、オプションのデカールとして選択できます。なるほど、はい、でちょっとなんか質感がこの、うん、これと近いですよ、ね、似た感じで、そう、はい、まとまりいいですよ、ね、うん、なんとなくいい感じです。なるほど。でドアノブなんかもザラザラの、はい、そうですね、はい、共通でちょっと特徴的な掃除の、うん、はい、これがなんか180馬力のですよね。そう、はい、基本はこれ、はい、コンペティツオーネの、そうです、はい、たるところなんですよね。そうです、はいはい、そしてこの辺もエンブレム入ってて、うん、はい、これ595と695って何が違うんですか。
何が違う、はい、基本はエンジンスペックが違ったんですよね、もともとは。そうなんですか。そう、もともとはそうなんですけど、でも595のコンペティショーネが160馬力から始まって180馬力まで出力アップされちゃったんで、はい、ただ今は695ってないんで、今後はどうなのかちょっと分かんないですけどね。なるほど、そういうことなんですね、はい、そうです。で、695に関しては限定的な車種のみじゃないですか。エディチオネ・マセラティ、トリブート・フェラーリ、はい、でトリブート・フェラーリの中に何種類かあって、はいはいはい、でビポストが出てっていう感じになってます。なんかいっぱい限定車とかコラボモデルとかあるんで、そう、分かんないですよね。分かんないですよね。そう、はい、なんかボートのメーカーとコラボしたやつとかもあるんですよね。あります、あります、はい、あれはかっこいいですね。そうなんですか。俺全然車見たことないですか。そう、そう、はい、ありますけど、あれはそう、あれはあれでまた特別仕様になってて、はい、内装のウッドパネルが豪華な感じで作られてます。リバーレっていうやつなんですけど、ボートと共通性を持たせた。そうです、そうです、はい、いや、すごく面白いことをするメーカーというか車種ですね。サイズ的にこれもう本当にフィアット500とまんま一緒なんですけど、もうほぼほぼちょっとスマート4-2よりかちょっと大きいぐらいですかね、はい、そうですね、はい、うん、長さもそうですね、ちょっと大きい感じです。なるほど。で、後ろに回っていくと、はい、はい、この特徴的なテールランプ、僕以外に好きなんですよ、はい、これ。これいいですよね、はい、うん、こう、ま、真ん中がこうボディと同色で、ボディと同色で、はい、私も好きですよ、はい、うん、そしてリアは結構これ来てますね、はい、ディフューザーが、はい、派手なディフューザーが、はい、ドカーンと、はい、これでもかって感じですね。なるほど、はい、マフラーも4本出しで。そうです、はい、うん、そして結構こう出てるんですね。こう出てますね。なるほど、うん、そして後ろはガーニッシュが同じようにこの、そうです、はいはい、この素材で、うん、エンブレムなんかもついてたんですね、はい、うん、はい、なるほど。これスポイラーっていうか、このルーフスポイラーもあれですか、コンペのパーツになるんですか。これは多分他のもついてますね、はい、確か。あ、そうなんですか、はい、結構こう張り出しがあって、張り出しがありますね。これもなんかすごくスポーティーな感じですよね、はい、あれコンペ専用ですか。わからないですもん。調べてません、はいはい、基礎知識はごめんなさい、はいはい、こんな感じでしょうか。そんな感じですね、はい、うん、いやでもいいですよね。なんか僕ミニのメカニックだったんで、うん、こうミニみたいにこう変わらないデザイン。そうですね、はい、うん、もう昔のあのいわゆるルパンが乗ってた、はい、フィアット500からこう、そう、大きく変えないデザイン で、まあ、そうですね、もちろんいろいろ違うんですけど、うん、なんかその車のシルエットとかこうボンネットがこう丸くなってこうなってるところとか、はい、なんかすごくこのクラシックなデザインいいんですよね。僕こういうちっちゃい車でこういうの好きなんですよ、うん、はい、僕も大好きです、こういうあのイタリアンピッコロというか、はいはいはい、はい、うん、そしてボディカラーちょっとあの今発覚しました、ブレポディオ。そうです、はい、読めないっていう、はい、調べたらなんかスペイン語みたいで、はいはい、ちょっとこういう紺色に近いですかね。そうですね、はい、でちょっとメタリック入ってる感じのブルー、うん、はい、はい、みんなこうブレポディオって書いてても、うん、カッコブルーってしか書かない。そうですね、はい、はい、そんなボディカラーでございます、うん、で今気づいたんですけど、意外や意外 PDC ついてるんですよね、これ。ついてます、はい、はい、なんかこのあとバックカメラもついてますよ。あ、バックカメラ、そう、本当だ、うん、なんかもうこのボディサイズだったらいらない気もしますけど、はい、そうですね、でも最近はほら全部についてるので、あ、まあまあまあ、まあ、ついてた当たり前みたいなね、ところもあります。はい、いや、ちっちゃいっすね、うん、本当にホイールベースもめちゃめちゃ短いし、そう、はい、でオーバーハングもほとんどないじゃないですか。そうですね、前も後ろも、うん、はい、かわいい車です。でもこのぐらいだったら都内取り回し一番いいんじゃないですか。一番いいですよね、はい、どこでも止められるし、意外と最近ほら、BMW ミニがミニじゃなくなってでかくなってきちゃってるんで、はい、ね、クロスオーバーは特に、はい、すごく大きくなります。すごく大きくなってますよね、はい、なるほど、うん、あれ、これも3ナンバーですよね。これ5ナンバーですか。これ、これ5ナンバーですね。あ、5ナンバーなんですかこれ、うん、あ、そうなんですか。はい、はい、続けてじゃあ中をちょっと見てみたいと思います。はい、中がすごいですよね、これ。そう、すごいです、はい、じゃーん、すごい、まさかのこのセミバケ、はい、はい、セミバケでもなんかちょっとフルバケに近いぐらいこう、うん、なんていうんですか、ホールド感が高そうな、そうですね、立ち上がりもしっかりと、で、あと硬さがすごいですね、はい、はいはいはい、うん、そしてこの黒と茶色でまとめられたインテリアで、はい、で、これレザーが一応貼ってあるんですかね、真ん中のところ、うん、っていう感じですよね。そうです、はい、で、ノブなんかはこのアルミの削り出しですか、これ。はい、はい、で、パネルはちょっとこうプラスチックな感じで、はい、まあ、本当にそんな超豪華っていうよりかは、うん、ちょっとまあ割と簡素な作りだけどポイントポイントでこう、そう、抑えてる感じですよね。あのポイントはしっかりと、はい、はい、
こういうところのツヤ感ってすごくなんか、はい、それなんかシフトとかその、そう、そう一塁の周りとか、はい、はい、なんか共通性持たせてやってますよね。そうですね。はい。そしてシートこれすごいっすねこれ。これがすごいんですよ。だってこれバックレストが、はい、カーボンですよこれ。あ、これ倒せる。そうですそうです。わあ、贅沢ですよ。めちゃめちゃ高いですよ多分。いや、めちゃめちゃ高いと思います。かっこいいし。うん、すごい。そしてこのリグライニングのダイヤルがちゃんとスコーピオンになってます。そうです。スコーピオンです。で、生地自体はレザーと、はい、これアルカンですか？アルカンだと思いますね、はい、これね。あとファブリックと、うん、そうです、はい、で、まあ大体体に触れるところはもうほとんどパンチングで。そうですね、すごい、うん、ちょっと乗ってみてもどうぞ。でしょうか、はい、よいしょ。わ、すごい、めっちゃホールド感いいっす。すごいですよね。すごいっす、これ、はい、座った感じ。フルバケとまでいかないですけど、はい、セミバケの中でもかなり、そしてクッションが硬い。硬いです、はいはい、めっちゃレーシーです、うん、すごい。そしてちょっと背が高いだけあって視界は結構いいですね。そうですね、はい、フロントガラスの大きさもいいです、はい、そして、うん、リクライニングはこれダイヤルなんですよ、はいはい、あ、結構結構、うん、はい、でちょっとシートポジション高いですね。そうですね、僕もうちょっと低くしたいです。本当ですか、はいはい、ちょっとその辺の高さ調整とかはない、うん、これ多分固定でしたね、はい、なるほど、うん、でスライドはこの棒で、はいはい、レバーで、はい、あ、スカッフプレートもアバルトって入ってるんですよ。はい、入ってます。でステアリングはこれまた凝ったステアリングですね、はい、カーボンとパンチングと、うん、あとここはアルカンですね、 ですね、はい、でセンターマーキングもカーボンで入ってて。そうです、はい、すごい。下もこのスポークのとこは全部、うん、はい、カーボンになってて真ん中アバルトで、はいはい、で一応、まあ、最低限ではあるんですけどオーディオのコントロールが、はい、でレバー類は、はい、ウィンカーライトですね。共通ですかね。共通です、はい、うん、ウィンカー、ワイパー、はいはい、うん、でメーターめっちゃシンプルですねこれ、はいはい、ちょっとオンにしてみてよろしいでしょうか。いいですよ、はい、わあ、うん、メーターアバルトってちゃんと出てくるんですね、はい、かっこいいですよね。すごい、うん、車は一応これ、あ、アバルトになってますね。なってます、なってます、一応なってます。なんかこうところどころ500が残ってるじゃないですか、はい、例えばこのオーディオのパネルもそうだし、うん、トランクのガーニッシュもそうだし、はいはい、けどメーターとかはちゃんと全部、うん、すごい、これ取れるかな、はい、車がちゃんとアバルトになってます。そう、すごい。なんかでも、はい、あそこのリアの、はい、ガーニッシュ、ガーニッシュのところ、はい、あれ多分わざとでしょうね。あ、そんな気がしますよ。 なるほど。あそこだけだって確かに作り忘れるというか手抜くはずがないので、確かに、はい、多分ベースがこういうとこ500ってそうです、あえて残してるのは、あえて残してるんだと思います。 そこからパワーアップしてんだぞ。そうですそうです、はい、なるほど。あくまでもシンクベースってことですよね。シンクエージェントベースってことで残してると思いますね、はい、そしてメーターはこれ、うん、真ん中の外側がタコメーターなんですか、うん、これ、はいはい、でデジタルのスピードと水温計と燃料計、はいはい、はいはい、めちゃくちゃシンプルですね、うん、はい、あ、でこれブーストゲージもついてるんですか。そうです。はい、え、っていうかこのメモリ的には常時1キロぐらい余裕でかかる。そうですね。そうですよね、はい、これスポーツボタン、1.0、はい、あ、スポーツボタンもついてるんですか。あ、そうです。これで表示、ここが、あ、あ、押さないと、そうです、はい、でメーター表示も変わりますよね、はい、スポーツで、はあ、はい、すごい。結構凝った作りはしてますよ、はい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 、ポイントポイントはね凝ってますね、はい、はい、なるほど、うん、そして今回の車はカロツェリアのナビ、うん、はい、はい、RZ801、うん、はい、がついてございます、はい、はい、そして、うん、ハザード、うん、はい、これフォグとワークフォグですか、ね、そうです、はい、なんかメーターもシンプルですけどちゃんとこれ、うん、こう全部ね トリムというかついて、そうなんですよ、はい、はい、エアコンが、うん、はい、こんな感じ、オートエアコンで、あ、オートなんですね、そうですね、はい、はい、そしてパワーウィンドウのスイッチが、パワーウィンドウ、はい、左右パワーウィンドウスイッチです。かわいいな。そして今回のお車なんとなんとマニュアルっていう、はい、はい、いいじゃないですか。いいですね、はい、ここがいいです。いいですね、はい、はい、
ちょっとストロークは結構あります、ねうんはいはい、でも走った感じはすごく分かりやすいです。あ、そうなんですか、はい、クラッチもシフトのポジションも、はい、あのすごく楽ですね、はい、乗りやすいです、はいはい、そうですね、ちょうど、うん、そうですね、うん、なるほど、うん、なんか板車のこのマニュアルってあんまりこう触ったことなかったんで、はい、もうちょっと独特なこう感触かなと思ったら意外や意外、うんはいなるほど、うん、そして当然ペダルもはい、はい、アルミでアバルトの刻印が入ってます、はい、ペダルちょっと高級感ありますね。あ、いいですよね、うん、でさっきちょっと乗って気が付いたんですけど、はい、ちゃんとフットレストもあるっていうこのスペースに、はいはい、ちょうどこの影に足を置いて、そうですそうです、ちゃんとフットレストもあるっていう、うん、そしてクラッチがちょっとストローク短いですかね、うん、そうですね、普通の車よりはいはい、ちょっとなんかレーシーな感じな。そうでも、はい、フィアットのチンクエチェント、はい、ベースになってる車も、はい、意外とストローク短いんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。じゃあもともと車的にも短いんですか、うん、そうです、はい、そんなイメージが僕の中ではありますね、はい、僕繰り返しになりますけどイタリアのこういう車あんまりいじったことないんで、はい、ペダル類がこう、うん、ちょっと独特だったら嫌だなと思ったんですけど、はい、他のペダルも本当になんか、うん、組みやすい。そうですよね、はい、なんかこうどっちかに寄っちゃってる車とかあるじゃないですか。 ありますあります、はい、うん、板フラとか、はいはい、あとはなんかペダルの高さがこう、うんはい、ゲレンデじゃないですけど、そうですね、はい、ものすごくずれてるとか、はい、あるけどなんかすごくこう、うん、自然に乗れる、うんはい、ペダルレイアウトです、はい、そしてドセンターにもなってますよね、ちょうど、うんはい、だからなんかこう違和感が全然ないです、うんはい、よくできてますよ。できてます。右ハンドルの車でも、はい、うん、でさっきこれやってたら、この車でヒール&トーしないですよねってカメラマンに言われたんですけど、うんはいはい、やりたくなっちゃうレイアウトっていう。そうですね、はいはい、すごいそしてこれハンドルとか、うん、あ、一応、はい、チルトはついてます。ついてます。で、はい、こっちもついてない。ついてないですね、うんはい、チルトだけが、はい、チルトだけです、はいはい、なるほど、まあ、この辺はじゃあシートのポジションで、そうですね、はい、簡略化されてるって感じですね、はいうんはい、そして、うん、この辺とかできてるんですか。これ生きてると思いますね、こっちの、はい、AUX と USB の入力が続いて、はい、そうです。サイドブレーキは当然ハンドっていう、はいはい、ちょっと、うん、サイドブレーキちょっとこう、うん、太めで柔らかい感じです。はい、はい、なるほど。なんかね、はいはい、ちょっと太くて柔らかいですよね、はいはい、そしてシートベルトとか普通ですか。そうです、普通ですね、うん、普通です。上の黄色くなっちゃってたりとかしないんですよ。しないです、うん、はい。で、ツイッターついてるんですか、これ。ついてます、うん、で、天井が、うんはい、なんと黒い、こう、なんていうんですかね、布というか、うんはい、なんですか、これ、はい、でも手触りがすごいいいんですよ、はい、なんかちょっと、あんまり見たことない素材、はい、ちょっと毛足の短い布みたいな、うんはい、そうですね。で、バイザーもついて、もうもちろんその、イルミネーションとか、はい、ミラーとか、あ、はい、助手席はついてるんですか。ついてます。なるほど、はい。え、自動防御の。そうですね、はい、意外、うん、で、この辺はつけられないんですか。あ、これつけるんですか。そう、あ、そういう感じなんですね、はい、なるほど、うん、なるほど、うん、なんかこう、はい、本当にそう簡単に言っちゃうと、まあ確かに質素な作りなんですけど、うん、なんかところどころこうちょっとこう、うん、黒くなってたりとか、うんはい、アルミがちょうどこうなってたりとか、レザーが使ってたりとか、はい、ちゃんとなんかポイントを押さえて、そうなんかね、はい、黒いじゃないですか、はい、全体が、はい、なんですけど、はい、なんていうんですか、だから質素だけどチープじゃないですよね。チープじゃないんですよ、はい、なんか国産車の軽自動車とかそういう感じではない。で全然違います、はいはい、でポイントポイントを多分その、はい、イタリア独特なんですけど、はい、これもほらさっき表で言ってたドアミラーとかドアハンドルとかと同じ素材っていうかこう、はい、素材感、はい、あと僕一番こうおおって最初に思ったのが、はい、ここのあー確かにメタフードがちゃんとレザー、そうなんですよ、レザーっていうかこのバックスキンというかアルカンタラなのか、ね、ステッチがちゃんと入っててすごいんですよ。だからこことここの質感っていうかこのなんかいろいろこう共通性を持たせてるっていう、はいはいはい、あとはさっきもあの土言ってたように、はい、室内のこうはいはい、トリムがちゃんとそうなんかこのシルバーのトリム揃えてあるんですよね、はい、全てがシフトレバー、はい、サイドブレーキのボタンまで、
こういう統一性がいいんですかね、なんか落ち着いた感じがします、ちょっと小粋な感じが、そうなんですよ、はい、あのこじゃれてますよね、はい、全然高級感はもちろんそんなにすごいわけじゃないですけど、はい、全然その辺すごいです、うん、チープでもないし、はい、あのなんていうんですか、重い感じでもないです、はいはいはい、これそしてメーターフード、これちゃんとバックスキンというかこのアルカになってもいいですね、反射がほぼない、うん、と思いますね、結構これツヤが出てたりするとこうメーター反射してこう、うん、フロントガラスに反射しちゃうじゃないですか、そうです、ね、それがないっていう、うん、ちょっと後ろはおまけ的な感じになっちゃうかもしれないですけど、後ろちょっと乗ってみたいと思います。あ、これ倒すと前にもそうです、サイドもついてるんですか、はい、なるほど、はい、なのでいや意外にこうレカロシートとかって、はい、倒すのとスライド別だったりするじゃないですか、そうですね、けどやっぱりこの辺はさすが純正、はい、スライドと倒すの両方ついてるんですね、うん、わ後ろはさすがにめちゃ狭いです、はい、でも乗れなくはないっていうのがちょっと偉い、まあまあね、偉いかなんて、はい、だってこのボディサイズだよ、確かにそれ考えたらすごいと思いますけどね、はい、でこれを上げつつ、はい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 、で上げないと肩が当たっちゃうので、はい、ああそうですね、もう全然違いますよ、はい、座った感じ、背中にちょうどこのヘッドレストが当たっちゃうんで、うん、どう必ずヘッドレスト上げましょう、はい、いや僕はもうきついです、はい、僕もきついです、はい、僕175で座高マックスですけど、はい、こういう感じです、はいはい、こういう感じです、うん、はい、だ後ろはまあちょっと大人が乗るにはちょっときついかなって、そうですね、はい、でも、はい、エマージェンシー的には十分、あまあまあまあそうですね、はいはい、30分ぐらいなら我慢できます、そうですね、うん、はい、そして意外にこれ後ろ足元は広いんですね、そうこのシート高い部分ね、はい、シートがシート形状なんで、そう、そしてこの後ろのカーボンの、 の存在感が半端じゃないです、 すごいですよね、はい、なるほど、まあ、でも子供とか、あ全然お子さんだったら全然いけちゃいますですよね、はい、で後ろもちゃんとこのレザーと、うん、そう、はい、質感はそう、はい、前席と変わらないんで、はい、ものすごくシートだけ見ると高級感があるんですね、そうですね、そうですね、そうですね、まあ、色味もそうなんでしょうね、はい、すごく僕は気に入ってます、いいですね、ちょっとこう、うん、後ろもちゃんとスピーカーがついてて、はい、はい、なるほど、うん、でドリンクホルダーも、はい、あ一応前2つ後ろ2つついてるんですね、はいそうです、あなるほど、うん、よいしょ、いや意外と意外や意外全然乗れます、うん、見た目以上に後ろ、ね、リアシートへのアクセスも楽です、ね、まあ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 、はい、いやいいな、ちょっと続けてボンネットを見てみたいと思います、はい、ボンネットが助手席の足元にレバーがあるみたいです、はい、ちょうどこちらですね、はい、ここでオープンです、でさすがに油圧のダンパーはないと、ないです、はい、棒ですね、うん、はい、はい、あこっちです、はい、よいしょ、はい、もうすごいっすね、こう詰まってる感がギュッと、はいはい、もう詰め込んでる感が、そうですね、うんと 1.4 リッターでしたっけ、 1.4 リッターです、はい、の180バー、はい、ですね、はい、でターボもめちゃくちゃ可愛いターボが、そうです、はい、なるほど、でちゃんとサソリのマークの、はい、ヘッドカバー、うん、ヘッドカバーじゃない、エアクリのところの上側ですかね、はい、ついてる、なんかやたらと色がこれ明るいんですよね、ああそうですね、うん、なんかちょっと主張が、はい、これプラスチックですよね、プラスチックです、あプラスチックですけど、うん、あのヘッドカバーみたいな結晶塗装風の処理がされてて、うん、ちゃんとこの天面がなんかアルミ出しましたよみたいな、そうですね、そんな感じの、はいはい、演出が、はい、小技がちょこちょこあちこちにありますね、はいはいはい、考えてみたら、はい、ほぼほぼ軽自動車サイズに近いから、はい、いや本当そんな感じですよね、うん、幅がちょっと軽よりあるぐらいですか、そうですそうです、はい、だから、はい、これだけのスペックのエンジン積んでるんで、はい、偉いと思いますよ、すごいっすよね、はい、なんかこれだって普通だったらなんか心配になっちゃうっすもん、うん、ここにこのサイズのエンジンぎゅうぎゅう詰め込んでしかもターボで、うん、なんか都内夏場大丈夫かなとか思っちゃうんですけど、思いますよね、はい、普通に皆さん乗ってらっしゃいますよ、はいはい、すごいっすよね、うん、過去には、はい、まあ、どの車種とは言わないですけど、はい、やっぱりイタリアの、はい、まあ、コンパクトなメーカーの車で、はいはい、夏東京の渋滞走るんですけど、はい、エアコンはかけられないっていう車が結構あったんですよ、90年代から2000年ぐらいにかけて、うん、っていうのをもう僕らも経験してるんで、はい、まあ、
当初そのアバルトが出た時って、はい、やっぱりこのね、はい、スペースにぎゅうぎゅう詰めてるんで、はい、心配でしたけどね、全然問題なく効かないですもんね、だって、うん、はい、そんな話全然出ないです、普通に都内の夏場でもエアコンかけて普通に皆さん乗ってらっしゃるんで、特に問題は出ないと思います。すげえっすね、そうですよね、はい、でインタークーラーもついてるんですか。ついてますね。はあ、まあそうですよね、うん、ターボなんで、はい、よく本当にここに詰め込みましたよね、うん、でも 1.4 の排気量で180馬力っていうのがすごいですよね。もうリッター100馬力超えてますから、ね、もう超えてますよね。もうそ偉いと思いますよ、すごい、うん、まああの、はい、乗り味は、はい、あのなんていうんですか、あの低回転からビシビシ効いてくるターボっていうのはちょっと違いますけどね、はい、あ、うん、ちょっとドッカンな、まあ、ちょっとドッカンな感じ、はい、はいはい、ターボが入ったっていうのはもうはっきり認識できるような加速感なんですけど、だからって低回転が全然使えないっていう車でもないです、うん、めちゃくちゃ楽しそうですね。いや本当面白いと思いますよ、うん、まあ、マニュアルでこそ楽しめるというか、まあ、オートマでもいいんですけど、はい、確かに、うん、ちょっと続けてトランクもちょっと見てみたいと思います。はい、はい、トランクオープナーこうですね、はい、ああ、いやでも意外になんかこの三角形でスペース取れてますね。意外に、はい、そうなんですよ、もうすぐここまでヘッドレストが来てるんで、はい、ほぼほぼないかなと思ったら意外に、うん、なるほど、うん、ボディサイズなりに、はい、まあ、そこそこ普通にそうっすね、はい、うん、使えると思います、まあ、バッグ2つぐらいだったらそうですね、全然入りますよ。で収納的な収納は、うん、全くないです。特には、はい、でも一応下一応ここ工具、はい、牽引フック、そうですね、それなんですか。これあのもともとあのこういうものが付いてたりするんですよ。給油のやつですか。そうです。え、今どうなってるんですか。今は、はい、もともと多分こっちだと思うんですよね。はい、なるほど。で最近のあれだって鍵かかりますよ。かからないんですよ。あ、かかんないんですか、うん、これ出てこないんですよ。本当はここにポチってね、はい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 、ドアロックと連動で刺さるっていうのがドイツ車とか日本車のイメージですけど、はいはいはい、それがないんです。でもそれのなんか名残みたいな機構がついてますよね、うん、けどないんですよ。ないんですよ。へ、うん、なんで通常はこれがついてます。はい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 、なるほど。あとこれも、はい、なるほど。これ多分後から買うオプションのものかなと思うんですけどね、はい、まあ、使われてた形跡はないです。盗まれるってないですけど、うん、はい、こういたずらされないよりも、そうですね、はい、うん、でもなんかあんまり最近日本ではそういうのも聞かないですからね。そうですね、昔は結構、うん、で今の車しかも抜けないじゃないですか、ね、ガソリン。確かにね、はい、弁とかついてるんで、はい、ガソリン盗もうと思っても盗めないんですよ、うん、昔はの車は本当にそれこそなんかこう暴走族全盛期なんかはこう、はい、ホース突っ込んでね、はい、みたいな感じもあったんで、今はそうはいかないんで。この間 YouTube で動画見てて、うん、その古い車のレストアのチャンネルなんですけど、うん、あの燃料タンクその中錆びてるからっつって、うん、こう開けて、うん、全部その錆び取りするっていう動画だったんですよ、はい、で燃料タンクバカッと開けたら、うん、あのこう吸うやつの先っぽがその中から出てくる。いたずらされてたの。そう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 、そうですね、数十年前のいたずらが出てきた。じゃあそんなのもついてるんですか。ついてます。これもこのお車に。なるほど、はい、ついてます。想像すると例えば、はい、若い子、はい、お父さんとかもちょっと普段使いで使いたいしっていう、はい、でも家族でお子さんが2人いらっしゃったら、はい、ちょっと長距離苦しいので、はい、もう1台こう4人がゆっくり乗れる日本の車だったり、はいはいはい、ね、はい、コンパクトカーなミニバンだったり、はいはい、っていうのがあると理想ですよね。それとの2台体制、ね、もしくはスーパーカーがありつつ、はい、これが普段の日常の足だったりするとまたまあそれこそトリビュートフェラーリじゃないですけど、そうですね、はい、かっこいいですよね。はい、いた車といた車みたいな感じ、ちょっと普段使いに、うん、都内とかこれで走り回りたい。すごい便利ですよね。都内のパーキングは特に狭いんで、あ、ですよね、そう気にあのすることなく止められるじゃないですか、はい、うん、続いて転倒周りをちょっと見てみたいと思います。お願いいたします。はい、はいはい、これがスモールですね。これ500と一緒ですね、多分上下がこう光る感じでしょうか。そしてロービームはこのプロジェクターが
っかかる感じですね。これがフォグですか？これハイビーム。あ、これハイビームか。ハイビームです。あ、ハイビームなんですね。うん、なるほど。あ、一応このでもプロジェクターも上がるんですね。そう、はい、これバイキセロンになってますよね。はい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 、で下もつくっていう。プロジェクターが上がりつつこっちがハイビームが光るっていう。はい。はい、なるほど。うん、でウインカーはこの上の部分とフェンダーが光る感じですね。あ、でフォグはここがちょうどそうです、剥き出しのプロジェクターが光る感じですね。はい、なるほど、ありがとうございます、うん、はい、続いてちょっと後ろも見てみたいと思います。これがスモールですね。ちょうどここが半周というか3分の2ぐらい下を残して全部光ります。でブレーキはそこがそのまま明るくなってハイビームが光る感じですね。ハイビームじゃない、ハイマウントが光る感じですね。でバックは左側、助手席側だけ、はい、外側が光ります。そしてバックホグは運転席側が光る感じですね。でウインカーがこの下側がちょうど光る感じでしょうか。ありがとうございます。はい、で今回はちょっと特別に試乗してみて、はい、行ってもらうので、はい、ちょっと試乗してみたいと思います。行ってきます、うん、はい、ちょっと僕がなんと試乗しちゃうので、はい、ちょっといつもスーパーカーとか超高級車なんで、はいはい、わクラッチの感覚が全然、はいはい、ちょっとさすがに超高級車スーパーカー僕運転できないししたくないんで、よく言いますよっていうよりもさっきから言ってるけど、はい、ツッチーはこの車に興味津々で乗りたくてしょうがないでしょ、はい、ちょっと乗ってみたいです、はい、でしょ、はい、あ、意外にクラッチは癖ないっすね、うん、でしょ、ないっす。なんかね、分かってしまうと、はい、こんな小さいエンジンなんですけど、はい、ハンクラッチあんま使わないでもつながりますよ。確かに、うん、だからミートポイントだけはやっぱり確認しないとあれですけど、まあそうですね、はい、慣れれば、はい、全然。そしてやっぱりちょっとポジション高いな、もうちょっと低くしたいです僕的には。うん、座高マックスのツッチーパフォーマンスが、はい、そうですね、普通の方だと多分ちょうどいいポジションだと思います、はい、そしてこれサイドミラーめっちゃ見やすいですよね、うん、横長で、うん、はい、ちょっとスポーツはじゃあ取りします。あれ、これブレーキのホールドついてます、もしかして。はい、あ、ついてます、ついてると思います確か。すげえ落としてますねこれ、はい、排気音。いやこれちょっと首都高 C1 とかちょっと走りたいですね。そうですね、はいはい、首都高の C1 を60キロで、はい、そうですね、そう60キロでも楽しいですよね。楽しいです、はいはい、乗り心地はまあまあ、はい、硬いでしょ、はい、うん、レーシーな感じで。そうです、そうです、お世辞にもいいとは言わないです、はい、ただ、はい、バタバタはしてないんで。あ、そうですね、はい、まあ、あと今回3人乗ってるんで、はい、ちょっと本来のその多分1人とか2人とちょっと車の挙動的には、うん、あ、これハンドル重いっすね、はい、重い、うん、わあ、いい、初めて乗りました、ちょっと、ね、いいでしょ、と、うん、いや、いいっすよこれ、ね、やべ、早い早い、加速はね、はい、はい、あのさっき言ったようにちょっとドッカンな感じがあるんですけど、いや逆にいいっすよ、でもこのサイズだったらね、だから低回転使えないわけじゃないし、はいはい、だからブレーキはちょっとブースト効かせっぱなしで走りたいですね。ですよね、はい、だからこのブレーキじゃないとダメです、はい、容量は最低限このブレーキは必要ですね、やっぱり、うん、ちょっとスポーツをしていいですか。いいですよ、あ、今スポーツだった、今スポーツだったんです、はい、いや、いいっすよこれ、うん、いいな、うん、まあ、
確かにちょっと、まあ、豪華じゃないっていうかその、うん、はあ、簡素な作りですけど全然全然そうですね、はあ、でも決してチープではないよね。チープではないですね、はい、最初ちょっと6速欲しいなと思ったけど、うん、いらないですね、これ。いらないです、はいはい、全然十分ですね、5速で、はいはい、そして意外や意外、後ろは結構見やすいっていう、うん、これ動画アップした時、はいはい、視聴者の皆さんにこの音って聞こえてるんですか？あ、ビリビリ音ですか？はい、マフラーの音とか。いやー、どうすかね。あ、マフラーの音とかですか？はい、はい、なんか結構いい音するじゃないですか、はい、聞こえてるかもしれないです、はい、うわー、めっちゃいい音する、うん、ちょっと低回転ちょっと引っ張り気味で走っちゃいますね、これ。はい、カメラマンさん、後ろ乗り心地良くないですか？普通ですか？普通の感じ。耐えられるレベル。耐えられるレベル。はい、アルカム滑らないって別に。ああ、なるほど。椅子の質感いいですよね。はい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 、すごく、うん。でもね、なんかね、500も、はい、あの結果として、はい、ものすごく剛性ちゃんとしてて、はい、僕一回首都高で、まあ、仕事で、はい、回送でツインエア、あれを首都高、そう、はい、走ったんですけど、はい、すげえ面白かったですよ。エンジンがほら、ツインだからドルルンドルルンって感じでしょ。どこどこ行ったんですよ。すげえ面白かったです、はい、うわ、ブレーキめっちゃ効く、うん、だって普通に200キロ出ちゃうからね。あ、これですか、うん、本当ですか。本当本当サーキットで、うん、はい、サーキットで、はいはい、もちろんです。首都高サーキットじゃないですよね。違います、クローズドサーキットですレーシーの足回りがいい感じですよ、うん、はい、硬いよね。硬いっすね、うん、めっちゃ硬いっす、うん、おあ、1キロはかかんないですね。コンマ7ぐらいですかね。あ、かかんなかったですか。大丈夫、動画的に1回ぐらい演奏しといた方がいい。いや、大丈夫これ多分演奏しないよ。しないですか。うん、トルクあるですか。違う、あれなんかね、演奏したと思ってクラッチベッてやるつなぐとまたブルンってかかるんだよね。多分これもそうと思うんだよね。フィアットもそうだから。いやー、これはいいっすよ。面白いでしょ、はい、ね、走り回りたい、うん、だうちあの東京店の目の前って斜め前にアバルト東京さんがあるから、はい、そっちはアバルトの人たちがこう行き来するでしょ、はい、だから595とか695が走ってくると分かりますよ、はい、あ、来るなと思って、独特な音するんで。あ、確かに結構あの遠くまで聞こえる音だ。やかましいわけじゃないですけどね、うん、いい音しますよね。いい音します。はい、で土方さん毎回聞いてるんですけど、はい、この車もし触るとすればどんなことがおすすめですか。いや、むしろどうしたいですかなんか何もないですよねなんかやろうっていうのが、はい、どうだろう。結構アバルトってパーツとかっていろいろ出てる。あ、出てますね。細かいパーツいろいろ出てますね。あ、そうなんですね。はい、じゃあミニみたいにこういろいろ手を加えてっていうのもいろいろできるんですか。できますね。ただ、まあ、ミニと比べてしまうと数は少ないですけど、ちゃんとできます。まあ、でも僕やるんだったらこうあえてやるならアルミホイル入れて車高落としますかね。あ、っていうぐらいでもう出来上がっちゃう感じがします、はい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 、ただアルミはちょっとこのままだと寂しい気はします。あ、なるほど、うん、で車高もあれですよね、普通のより下がってるんですよね。下がってます、はいはい、なんでここから1センチ2センチ下げれば、はい、結構、まあ、いろいろ手の加えがいがありそうな、うん、そんなお車でございます、うん、はい、はいはい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりアバルト595コンペティツォーネメイクユー
メイクユアスコーピオンを、はい、ちょっと、はい、あの滑舌悪い僕には言えません、はいはい、というわけで、はい、ご紹介させていただきましたすいません毎回、はい、で車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。